様のいらっしゃらない方店に寂しくって暮らせるかしら。車の費用です。3年になるね。あそこで何ておっしゃったか覚えてらっしゃる？それは覚えてるか。あなたは満州の習慣をよく知らないわ。君だって日本の習慣を知らないんじゃないか。君が日本を理解するんだったら、喋るだけでなくて日本人の気持ちにならなくちゃダメだよ。まだあなただってそうだわ。満州にいらっしゃるんです。
今年の夏休みは聖徳の父の家に帰ります。父はどんなに私の帰りを待っていることでしょう。私が7つの時に亡くなりました。父は私を非常に愛してくれます。ですから今では母がなくても寂しくありません。レンガ塀の丸い入り口からは遠くダマデラが見えて本当にいい景色。ダマデラは京都府の私はこの付近をよく父と一緒に散歩しました。父は昔日本に留学しておりましたですから、おりましたですから尊敬しています。うまいもんだ本当にうまい、先生がいいから。あじゃああなたのマンゴーもとっても上手よ。やっぱり先生がいいから。あ、什么老爷请你呢。あのおじが読んでおりますからちょっと。いや僕も失礼する時間ですから。あ、そうです。じゃあお送りしますか。あ、ねえ、グリーブ。結婚の衣装、何でやったい？結婚式。私はあなたと結婚します。要和你结婚。我怕谁呀？我要和你结婚。我要和你结婚。先生が笑ってた。この間ね、音楽会があったの。それにあなたに教えていただいた恋の月ね、歌ったのよ。どうだった？とっても先生に褒められちゃったの。聞きたかったな。今日は局長のお嬢さんの誕生日で、僕お祝いに行かなくなられた。あら、でも聞いたよ。え？聞いてちょうだいよ。歌うわ。じゃあ、ちょっとね。そうだ。じゃあ今日このぐらいにして、また明日は今日と同じ時間でいいね。ねえ、そのお嬢さんって綺麗な方なんですよ。ねえ、そんなんじゃないんだ。僕が豪になったお方のお嬢さんなんだよ。恩ということはね、日本では非常に強く思うんですよ。今日もあのお嬢さんのところへお別れに行ってらしたんですよ。僕はあのお嬢さんのお父さんに用事があったんですよ。あ、そう。ねえ、いつお立ちになるの？ねえ、いつお立ちになるのよ。我が満鉄として当面している計画線としましては、東満地方林港と古林をつなぐ古林線と、高天から熱火消毒を経て北市へ連絡を締めるための消毒方向間の線、ここでは仮に長湖線と呼んでおきます。この2線が将来のように備えるため速やかに建設を実施されるべきものとして今回に提出されたのであります、するとまず東南の古線省と南満の長湖線とのいずれをに万国境に備える線の方が興味の域を有するのではないかと思うね。我が輩も大体そう考えてるんだが、先日の軍部関係と政府話し合いはその後どういうふうに動いてきてるかね。この会議には曽根理事と私が出席したのでありますが、その後何ら進展した事項もなく、政府についてはマンテルとしての確たる意見を至急聞きたいと言っているぐらいであります。私は国防上絶対古林線の着手を先にやりたい項目と言います。検察局長の意見は？誠に残念ながら、私の意見は北村理事の歩行権には反対をするものです。私はどうしても
聖徳北京を結ぶ線を真っ先に削除すべきだと確信いたしておるのであります。還元して申し上げるならば、満州に十分なる姿勢を与える大動脈として軍事経済両方面からしても京子線は遷延すべからざる重要線だと考えておるのであります。それでは君は個人線なんか後回しにしてもいいというのかね。目下の情勢から見て個人線ほど重要な鉄道はない。君は一体何をもって京子線の先着を主張したのか。私は何も、個人線は必要でないなどと暴論を吐いておるのではありません。ただ時間的に証拠線の着工の急なるを添えておるのであります。君は満州と北州をつなぐいわゆる動脈として、既に横断線と北根線が直通しているという事実を忘れちゃおらんかね。誤解のないようはっきり申し上げておきましょう。私は宝山商工日本の平行線は絶対必要だというのであります。それは君、個人線という国防線が出来てからのことだ。大体現在福祉に向かって軍事経済輸送の必要に備えているわけじゃなし、品に通じる線路が一本もないというじゃなし、私はどうしても京子線は大事にしてもらいたい。いや、大体宝山線は背後の地勢からしても水害の危険は十分に考えられる。現在の物資の動きから見ても宝山線一本では十分なる北地満州間の経済関係を満足させぐることはできんと思うのであります。はい、まあ待ってください。特に最近唱えられるがごとき大陸鉄道一貫経営の見地から言っても、これを真っ先に敷設するセヌは国民に対する影響もまた大なるものがあると考えるのであります。それは君の自己陶酔だよ。もう少し冷静に考えてもらわなきゃ困る。私は個人的な好みや意義でこんな重大問題を論議するほど取り乱しておりません。八丁君、まあちょっとお待ちください。いや、これはいろいろ議論が出ると思う。本郷君、それで両線同時に取り掛かるという計画はできておるのかね。あ、計画だけは第三案としてできております。あ、そうか。名前で打って起こしたんですから大したことはないんでしょう。まあおかけになりません。は、松村さん、あなた本当にお見舞い。え、満鉄社員の上等手段だったらあとしましてよ。上等手段というと、しらばくれてもダメ。はっきりおっしゃってみてください。お嫁さん探しなの。お嫁、皆さん何、
いざという場合に動きが取れなくなってくらいから言って。おいおいおい、それは俺が極力言ったんだ。でも菊池はそれを承認なすったんでしょ。あちらに二人、こちらに二人も全員に不当だ。そんな不当なことってありますか。そのばかりじゃない。俺だってばかばしいんだ。今日残念だ。そのことになるとすぐ向きになるな。局長の落ち込みですよ。はい、ゆつき。これがいわゆる満足魂じゃ。あ、ゆつこ。もういいんだ。もう他の話すんだな。あ、すんだ。姉さん呼んでおいで。はい。お？ほら。お前今日なぜ会社を休んだんじゃ。今日出ました。出た者がここにおるか。悪いのか。あちらいらしたらお手紙くださいね。うん、来週帰ったらすぐ手紙出しますよ。これメッカの月の住所なの。お父さんによろしくね。え、私お手紙たくさんお出しするわ。北村でしたわね。そう、よく覚えてる。おい、どう。あ、いや、クラッカーを。おい、局長のレジャーに見つかると怒られるか。知るな。どうしたの。こういうのが悪いようだけれど、局長のレジャーがこれ見たら怒るでしょうぜ。おい、時間がないぞ。大丈夫。これですね。
な見なくても、あなたがお治りになってからお父さんの口からお伺いいたします。呼んでくれ。呼んでくれ。遺書。この度再度倒れたるも幸い経過、この分にては持ち直すもんと信じおれでも、龍馬はいつまた痛み我を襲い来たらんもかかりがたく、ここに毎日の場合に備えて一筆書き残し申し候。父が青年活気に駆られて政治運動に没頭し、ためにふと伝来の地を表示され、今死なき後お前らに適当なる財産を残し当たるすべなきのみか、月死に印を起候ごとき人々に借財を生産する気をも得ず、そのままそれらの借金をお前らの肩に残しゆくことは残機の至りと言わんか、残念の極みにこれあり、深くお前らに詫びを申す次第にて相当。ただそれらの借財に一輪たりともお前らの父等の地に通せられたる者にあらずして、ではこの松村家の門、そのことについて言いたいと思っておりました。この京子の問題ですが、この京子のお父さんと亡くなられたお父さんとお父さんとは小さい時からの親友でな、そのこともよく伺っておりました。実はのりおの妻にしたいと思っております。このことはお母さんはじめおじさんも皆も賛成していただいて。でもお前、いやお母さん、これにはのりおも京子も依存はないのですから。それにノリオは京子を絶対に将来幸せにできると断言しておりますから。ノリオ、お前その自信が持てるか。あ、ですからノリオが大学を出て一人歩きのできるようになった時に結婚するのが順当だろうと思いますが。失礼しました。ちょうどノリオ君のことが出ているようだが、お父さんはノリオ君も勝井君と同じように満州の戦地を開拓する戦士にしてくれた。そうですか。どうだ、君は大学を出てそういう希望が持てるか。まだ考えておりません。もう一つの問題は松村家の6000円の負債だが、どうするつもりだ。何か君に明暗があるか。その点だけはお父さんは非常に心配していたんです。はい、覚悟は決めてあります。で、どうする。相当の金額じゃが、と言って由緒ある松村の屋敷を人手に渡すなど、これは絶対にできないことだ。この際満鉄をやめようと思っております。そりゃいかん。どうしてそんなことを言うんだ。君は満鉄で非常に手腕を認められておるそうじゃないか。それにそんな無謀なことはよした方がいいだろう。兄さん、やっぱり僕もいけないと思うな。結論から申し上げます。たとえわずかな退職金でも、それを全部債権者の前に出せば生が認めてくれると思うんですが、それ以外に金の出るところはありません。のりおも勝之も今の兄さんの言葉が分かったか。やめるやめないは別問題だが、責任感としては格ありたし。勝井君、君の満州への出立も一週間のうちになったの。あ、これもみんな所長様のご奮闘のおかげであります。いずれ君たちが出立の日には改めて訓示するはずやが、泊まりしたら体に気をつけること、お互いに信じ合う、他人の言葉に惑わされることなく、大君の御ため、国のため、
立派な戦士となって働く。分かった。ではご尊父の前へ誓ってきなさい。お父さん、僕はいよいよ一週間後に満州へ参ります。お父さんの遺言を守り、必ず立派な開拓者になります。
しようなったところは。俺は投げるよ。やめるなどとは何事だ。ああ、もっとよく十分考えたとか。陛下、長い間この現在の仕事を続けてきて、やっと技師としての技量を認められたところではないか。おい松村、君は自分の経歴ということをどう考えておるか。うん、経歴というものはただ単なる肩書きではないぞ。それは分かっております。分かったら座れ。ええか、経歴というものはいろいろな肩書きの数よりも自分の身についた職分の重大なるということを考えなければならんのだ。職は死んじゃ、現職は死んじゃ、軽々しく職を変えべきじゃない。うん、局長の心は今度の決心は十分考え抜いた案のことなんです。実際君は検察技師としての自分の立場やその使命を自覚を持たんのか。君一個の問題をして、君一個の問題を超越して、局長、私はまた自分の家を建て直す。ジェンソンのためにも、大きくは満州開拓のために国策に準ずるつもりで、自分の利害や経歴を、その転職をわきまえざるところじゃ。ああ、おい、佐賀は学校時代から隙間と渡るか、川本渡るか、百姓と渡るか。農事はこの専門家にやっておけ。副長、おかけになってください。その座れ。移民宅地を農耕の技術だけが解決する問題じゃないんですよ。そこには重要なものがいるのです。それは何だ。それは石にかじりついても成し遂げる気迫と勇気です。それを満鉄は要求しているのじゃ。そう興奮なさらないでお聞きになってください。満鉄はすでに完成されて揺るぎない存在です。それに反して移民地は今人一人の頭、腕一本でも欲しいところです。満鉄で働くのも、移民地へ新しい力となって参加するのも、一番のために進む道は同じことだと思います。君の論は君の都合にのみ立脚した変質論じゃ。何を言ってるか。そうは言ってません。局長こそ自分の都合のいいようにおっしゃっているのです。ああ、そうだ。何です。バカとは北川のことじゃ。あ、そうですか。バカとお思いになるのは結構です。北川はバカを辞任しておるのか。辞任はしておりません。局長はそう思いになるだけです。俺の部下にはバカはおらん。あの局長は偉い局長だよ。どうもお待ちください。じゃあちょっと行きますからね。我烧了好几封信了，准备一回信。也许他不是有了病症吗？不知道他怎么地，就是浑身发烧，现在他还养着病呢。病着有几天？哦，他病了好几天了，您那要留步。松村さん、今まで通り鉄道の方に届お願いに上がったんですけれど。ありがとうございます。でも、私思い返しましたの。松村さんはやっぱり命にいらした方がお幸せですわ。では、あなたがよろしくおっしゃってくださいませね。失礼します。
あ、ご無事、おめでとう。どうも、取りました。ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。さあ、ご苦労様でした。あ、どうもありがとう。トモンカは五段港あたりまでお出迎えしたかったんですが、何にしろ人手が足りない。不安内な旅で不自由だったでしょ。いや、どうも恐れ入りました。パチコリキですな。そうです。ですよ。いや、ちょうどこいつがその辺が詳しいもんですから、それにこいつは、帰りました。向こうに渡るか。あ、参りましょう。ひどいよね。さあ、米を植えたら、資金なんかなくなっちまうよ。植えたかな。山影も川辺にも岸もはと見ているその日の頑固親父の消息を知らせてくれよ。うん、よしよし。まあ、あんまりくよくよすんなよ。え？それよりも、
あの頑固親父のわがまま娘でももらったらどうだ。ね、お前のところならもんぺ生えてもいけやせんとさ。もうお帰りですか。もうあんまり時間がないんでね。じゃあのんびりしたらでも。あ、しっかりやれよ。じゃあお先で。あ、ありがとう。気をつけて。さよなら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 。おい、秋山。あんまりの。ああ、すっかり食べちゃった。何をくたびれたなんて。ダメよ、兄さん。おかえりなさい。おかえりなさい。団長に恥ずいことを考え込んの設計を頼まれちゃった。あ、そうですか。のりお兄さんからね、もうくたびれたんですって。ダメだぞお前、明日から5時起床だぞ。え、5時ですか。うわぁ。我下星期还得上上海去一趟，所以这个月我是不能再来瞧你的病了。我跟你说了好几次了，你还是请西洋大夫看看怎么样。托我在天津的朋友也可以请到西洋大夫来。不用请。你总是那么样说，马马虎虎的过去了，要是病重了那可怎么办呢？而且舅舅还不知道怎么样挂念着你的病呢。我原来不但是你，就是对满洲国和日本抵抗离切的人，我都不喜欢。乔病更肠道。你别胡说了，来，别起来。小姐，又不好了，我不想吃，调用点吧。不，我想说。你保重点。雪乡让你记得信，就这三封。是的。他又回到满洲来了。
私の口やかましないこのとくんだよ。まあ礼儀知らずだ。お嬢ちゃんを見習ってやるんだよ。おかえりなさい。じいさんおはよう。お前寝られたか。あ、よく寝られました。何時に帰るんだ。9時で帰ります。やっぱり釣りだったのね。今日かお前寝相悪いぞ。あらひどい。ああ、じゃあ6匹も釣れたのね。今日の素材だ。俺の方へ少しまかないを回さないとギリが悪いぞ。いやだ兄さん、兄さんったらね、毎朝川でお魚とにらめっこなのよ。バカ兄さん、考えることできるんですか。長生きなこと言うな。ノリオどうした。朝の朝礼に間に合うかな。起こしてきます。しようのないやつだ。ノリオ兄さん、地球に遅れるよ。何してんだ。
のりおさんかね。今朝から3人して野良に出てったのに誰かと思って見に来たのさ。ちょっと立てないからと思う。お前さん、このほら、あの顔ね。もういい。本当に失敗しなくちゃダメだよ。兄さんのこと少しは考えておやるよ。本当にぼやぼやしちゃダメじゃないか。働かなくちゃダメだよ。殴るんですか。京子、お前も早くお休み。のりえも早く寝なさい。ね。勝手ですよ。
ていただかれるようなかった。お前のこの頃の行いはどう思う？反省できないの？反省するに。僕なんて人を泳ぎ、お前が大の子を見て、お前に何の目的で来たんだ。説明しなくてお前に分かってるはずだ。看不见家了，小姐，真不要紧吗？病还不大好呢。我爸爸的事儿完全托你了。那倒好办，可是若是那位先生还没有回到奉天，你马上就回日和来吧。希望你和那位日本人一块回日和来。再见啊，一路保重啊，再见了，再见。局長のお宅に伺ったらすぐ分かるだろう。八丁さんって綺麗なお嬢さんのいらっしゃるとこですね、うん、お話はよく分かりましたわ。あなたがどうしてもいらっしゃりたいとおっしゃるなら私を引き止めしませんけれども、でももしあちらいらしてからどんなことがおありになっても何でも神様のおぼし召しだと思ってはダメ。神様のおぼし召し？ええ。あなたはどうしても私を止められるわけを教えてくださらないのですか？それは何度も言った通り私の口からははっきり言えないことなのよ。それに私にもよくわからないことなんですもん。かかりなさい。お腹すいたでしょ？いや、本部でごちそうになってきたよ。あら、食べてらしたの？せっかくごちそうして待ってたのに。おい、これ、預かっとけ。なにこれ、あらかだ。この図面で、組合の本部から奨励金にいただいてきたんだ。そう、それはよかったわね。おばさんご覧になったら、どんなに喜びになるかしら。いや、それは僕のお金じゃない。村の何かのお役に立つときに置いとくんだ。ね、お、その上に立ってくれ。でも、のりお兄さんまた持っていかないかしら。もうそんなこと気がしないよ。おい、これ大事に直してくれ。のりお兄さんも少し手伝えばいいのに。のりお、またいないのか？ええ。俺が帰ってきてもお前来るんじゃないよ。おやつ用意しておきましょうか。うん、何か、一人で。いってらっしゃい。
とお帰りになったの？相談があるんだ。僕は君を連れてこの村を出ようと思ってるんだ。一緒に行かないと。私にも村を出ろっていうの？いや、もう3人でこんな生活するの嫌なんだ。平等だって向かないし。勝手に決めてんだわ、兄さん。そんなことあるもんか。君との結婚だってどうなるか、兄貴に言うか分かりやすい。おばさんが来たら結婚式を挙げてやる。それまではどんな苦労があっても忍んで働けた。ご主人さんがいつも言って、兄さんはどうしてもものを守ってお考えなんでしょう。君はどうしても僕と一緒には。おばさんと小吉兄さん、お許しが出るまでは嫌です。兄貴は好きなんだろう。勝手にしろ。何すんだ。兄さんの金じゃないの、村の金なの。助け。兄さん帰ったら借りたくて連れてってくれ。いけない、お願いだから帰る。このマッチは、ノリオが持っていたんだね。京子、お前どっか痛むんじゃないか。苦しかったろうな。勘弁してはやり。ノリオに代わって僕から謝るから。ね。何しに来たんだ。帰れ。やれるよ。待てよ。お前が何のために回してきたんだ。僕は兄さんのために回してきたんじゃないんだ。バカ野郎。お前はどうしてそう死んでくれるんだ。
来られたね。你要明白，欺骗你的人是日本人。既然这样，为什么还不报仇呢？报仇？哼，谁听你的话？我是我父亲的女儿，绝不受共产主义的诱惑。欺骗人是谁？走，还是跟我一块儿走吧。你实在是那个日本人吗？Thank you.
に全力を挙げ、防空壕、すなわち証拠船の建設に、証拠船の建設がなって、あなたの先見の明が実現されたわけですな。いや、そんな個人感情に立っている場合じゃない。大森君はじめ、うん、ご苦労です。ね、諸君、しっかりやってもらいます。場合が場合だから、警備兵も最小限度にお願いして、そのつもりで、諸君、来てもらいたいのだ。现在叫他们就到北京的铁路，我们勉强往回是退回去而已。不能吧？要阻止他们建筑工作，要不然我们简直是退回去。你该彻底地认识这个根本的问题，那就是完全在乎你自己吧。因为你抵抗日本，反对满洲国，这回的事儿。不在国民政府的命令，我们不能不破坏他们的铁路，要不然简直没法活着。你不知道，你被国民政府利用了。其实呢，国民政府是被共产党利用了。没有像你这样的糊涂头，舅舅，您怎么不肯帮我忙呢？你怎么还说这个呢？自从一般的国民，你生活该多么安定，该多么明朗啊！满洲国。就是我们的国家，满洲国以前是怎么样，现在又是怎么样？为谋民众幸福的起见，这是哪个好，哪个对，不在这。我绝对不允许你共产主义的。舅舅，太对不住您了。关于这个您的取消，有这件事情吗？你说，你说，你说，滚出去！那大舅哥，刘三，那大舅哥，等你回去送。阿三，回去送。能帮我来？能帮我来！你看海鲜。王海根，王海根，行，那听那么多人说，是谁？怎么的说？还是哪里说？弄的。阿舅，阿舅，阿舅，这怎么了？赶紧叫那个。好，巡警长，你带我去吗？谁敢进去呀？怎么意思？我这么做。研究室机关队，哎，啊，错，山内准将、牧野伊藤将負傷、そして飯田重蔵が行方不明という、損益を受けて他人だが捜査もなし。敵に拉致されたるものと推定されるとなります。困ったな。わずかな農家も敵の手に懐柔されたもののもと盗難を恐れてか我らに交渉を説得せんとすると前後不自由のため徹底せず困りほれ、こういう報告です。山下課長は明朝までに応援隊の選考を得て局長のところへ参るはずです。お前、避難はできんか？あ、ほとんどできません。あ、これ習っとけよ。あ、こういう時にあいつがいないんだな。あいつは誰だ？松村です。ああ、松村か。はい、いい、大丈夫です。それじゃあ、できるだけやってきます、しかしあいつのことですからお引き受けはできません。秋山さん、松村さんを迎えにいらっしゃるんでしょ？はそうです。お父様、うん、私はお父様の代わりに秋山さんと一緒にやってください。お前が
母さんの電報を持って読んでくれ。新潟、今日たった24日朝、お前の駅に着く。お前の駅はよかったな。あと3日すると会えるんだな。お母さんいらしたら、のりお兄さんのことなんて言いましょう。もう手紙で知らせてあるから大丈夫だよ。そうかしら。だけど、のりおのやったことだけは言っちゃダメだよ。大丈夫。さあ、お客さんですよ。思い出したのかしら。そんなどうだろう、誰か。さあ、はい。松村さん。お、お客さんですよ。おお、秋山。お前に、お嬢さん。しばらく。どうしたんです。そういうわけで、その松村にぜひ立ってもらいたい、こう言うんだ。私には建設局からは秋山さんに行ってもらうから、お前はお父さんの代理として一緒に行って頼んでこいって、そう言われてきましたので。大山線の水浸しは新聞で読んで心配してたんですが、昇降船の工事のことはちっとも知らなかった。いよいよ万里の頂上をぶっこ抜くのが頑固じじい会心の時なんだ大丈夫よ。いいか、立ってくれるか、俺と一緒に行ってくれるか。国家としても技術者の一人でもいる時なんだよ。ちょっと待ってくれ、ね、お知人がじゃ。しかし今はそんなことを言っておられん場合じゃ。鉄道工事が手間取っては、それこそ国家の一大事、今は大事とすべきじゃ。いいか、安心して立ってきなさい。お嬢さんのことや、これからお家になるお母さんのことは、村全体のものが引き受けるから。いいか、松村さん。ありがとうございます。村のことが気になっていたんですが、僕も決心がつきました。一緒に行ってくれるか。うん、行こう。ちょっとトラックがまだ帰ってこないんだがな。どうしたんだろうな。うん、俺もおかしいと思ってどこか行ったんじゃねえのかな。やめ、おい、ちょっと待ってくれ。隊長が見舞いに来てくれたぞ。よう、大変奮戦したぞじゃないか。ご苦労だったな。怪我人はこれだけです。よかったら、君どうだ。あ、大丈夫です。隊長、隊長、どうだ。いざ試合に決めました。うん、
が飯田の手に向かった通告文です。読んでくれ。世は障害となるあらゆる行動に対してこれを阻むものなり、共感する君らの同僚はその犠牲の一つと思え、この上犠牲を欲せざれば妻を考え、こう思え、しかして速やかに幸福へ去りて安居楽業を進言。師匠、こんな教大臣の点でなんか乗るもんか。この形はきっと取ってやるぞ。いいだ、俺はお前がここで元気で働いてる姿を見ることができなかったのは残念だ。立派な戦士だぞ。隊長もいる、山田も秋山も皆お前に感謝をしているぞ。見ていてくれ、もう測量も大部分終わりになる。もう一人。おい、出ない、頑張って出ない、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 軍師としてきたんだね。聞こう、言いたまえ、君は軍師なんじゃないか。好，我说，因为我们本队没有多少食量了，所以打算要退回外蒙那儿去呢。日本語で言いたまえ。可是听说建设队方面是……なぜ日本語で言わないんだ。知れは分かった。しかしどうして君はそんな姿になったんだ。あれほど日本のことが分かっている君がなぜ基準をさせないんだ。あなたの心がさせたのです。個人の感情は捨てろ。君は軍師じゃない。
真后悔，我欺负您这样很慈爱的人，我真该受天罚的。小姐，我在李大人当茶艺的时候，已经当了程司令的部下，听他的命令，往小姐那儿捎来的信，一盘子没有交给你了，我没有交给你了。什么？那时候不是我有病等来信的那个时候吗？那不是日本人捎来的信吗？是的，而且有小姐。开着开着。秋葉は、やっと目鼻がついたな。完成だな。貴重。当店帰ったら何を食ってやろうかな。俺もこん、何を食う？俺、刺身が食いてんだ。刺身か。じゃあ俺も食う。一緒に食いに行こう。行こう。よせよ。おう、鈴木！本部から三浦帰ってきたな。3本目のテロップ見ろ。
皆さん、松村幸吉君の殉職は実に壮烈でありました。全身血まみれになりながら受け持ち区間の無事だったことを知ったときに、太鼓村の発展を祈る、これでこの言葉、松村の言葉を無にしないでください。この村が発展してこそ松村は冥福できるのです。松村は地下でどんなに喜ぶか。が安心してください。総湖線は松村の殉職世界記録を持って今まさに開通戦として